か起きたら5時51分で、え、これはドボンをしろっていうことだなと思って。起きてドボンを開いて、もう朝6時から、そう、私たちメンバーは6時からできるんですけど、もう6時からずっと回してます。そう、なんか今日は仙台に行かせていただくんですけど、あのどうせね、こう移動の時間で電波悪ぴょんになって全然できなくなっちゃうなと思ったので、まあいっかと思って、どうせできないならその時間に寝ようと思って、二度寝することを諦め、必死にドボンを回している最中でございます。今日の朝は福島県のモモミックス、今日は仙台。そんな感じしないよね、このこの感じ。今から仙台行く人に全然思えない。でもね、見て、ちゃんとここに高校背負っちゃってるんで、宮城県の高校背負っちゃってるんで、もう今日はこれを着たいがために仙台に行くみたいなものなんで、本当にこれを今日着なきゃ仙台に行く意味はないと思っていて、はい、ん、どういうこと？日本語がちょっと本当に早起きしすぎて分かってないんですけど、これからそうですね、部活です、配球部。今日は誰に恋をするってエンジンあるんですけど、絶対うちツッキーって言おう、ズッキーに紛れてツッキーって言おう。ズッキーかと思わせてツッキーって言うわ今日。え、めっちゃ小声で今日は誰に恋をする、まるまるって叫ぶ、そのまるまるのところで絶対にツッキーって言うわ。ツッキー絶対言うわ、もう決めた心に。
もはやフルネームで叫びたい。月島けゴーゴーゆいりんゴー、うん、普段はね、基本的にはその土地のそれこそ長野だったらちゃんひなのお名前呼んだりとかしたし、そうなんか、すごい新潟はみんな戸惑ってましたね。なんかそこまでがその福井長野って来たから、メンバーがいるいるで来てたから、え新潟えみたいな誰みたいなそう戸惑いました。その子の生誕だったらその子の名前呼んだりとか、でも基本なんか本当は自分の名前叫ぶところなんですよ。でも私一回も自分の名前叫んだことないあそこで一回も叫んだことない、ずっと人の名前呼んでる。なんか自分の名前叫ぶの恥ずかしくて。え？ちょっと今日だけメガネ公演とかやっちゃう？あの無理、あのストッパー持ってないから無理なんだけど、ストッパー持ってないから無理なんだけど、俺の月島系に捧げちゃう？もう本当にそれぐらいの気持ちです今。え、てか寒くない？え、私だけ？めっちゃ寒いんだけど。なんかみんなさ、仙台まで寒いから気をつけてねって。仙台寒いから気をつけてねって言ってくれてたけどさ、仙台よりもまずまだ寒、え、もはや寒いんだけどみたいな。仙台行く前から寒いんだけどさね、間違えてるよね。仙台行く前から寒いよね。言葉で言い表
優優しくなる9月の終わり。頑張るね。7時から。肘かゆい。本当になんかここからちょっと頑張って痩せるぞっていう気持ちが今すごく高まっているので、あのウィバースにて私が食べた食べ物を全て公開するっていうことをやろうと思っていて、なんかこうメモとかしてたんですけど、なんかやっぱり自分の中だけで見てても別に正直そんなになんかすごい罪悪感とか感じなくて感じろよって話なんですけど、感じなくて食べ過ぎてても、でもちょっとこれからはちゃんと自分が罪悪感を感じるために、みんなに言うっていう、今はこれとりあえず、なので私のご飯が知りたい人はウィバースに、今日から始めます。なるべく写真とかで撮って送るようにするんですけど、言葉よりそっちの方が、もう私の口の中に入ったものは全てリバースで公開されるぐらいの気持ちで、はい、これも後で写真を撮ってリバースに載っけます。前テレビで言ってたけど、いつもご飯2杯食べる人が1杯にするだけで減量できるみたい。いつもご飯1杯の人はどうしたらいいんですか？
おはよう。ちょっとおもろい。いつもいっぱいの人。どうしたら。タイトル画面に戻らされた。いや別にそのなんか減らすって思ってその乗せるわけじゃなくて正直ね。違う、なんていうの、減らしたい。減らしたいんだけど気持ちはすごくそのってむずい。見て見て私のダイエットってリバースに乗っけるんじゃなくって、普通にその乗せることによってあちょっと自分食べ過ぎかもって自分に自覚させるダイエット法みたいな、そういうことです。そうとか、みんなに見てもらうことによって、え、この時間からこれを食べるのって思われないように自制するみたいなことであって、その自分のダイエット法を見てみてっていう回ではないので、そう、そんな感じです。前髪すっごい。今日さ、その100均のさ、ダイソーで昨日買った100均の200円のさそう、100均の200円のあのヘアキャップみたいなやつ、ロング用のやつ買ったのよ。したらめっちゃサラサラなの今。え、本当になんか摩擦がなくなった気持ち。そう、なんか本当摩擦が一番良くないんだなって思った。あ、すごいなんか賑やか。なんかさ、爪がさ、ここら辺はさ、なんか伸びてきたんだけど、一回この2つの指が折れちゃったんですよ。ちょうど指ハートできる指が折れちゃって、今長さがね、指によって長さが違ってすごく気持ち悪いですはい、
だからなんかネイルするにもなんか、ちょっと絶妙かなと思ってしてなくて、待って、ドッポングランプリ4位になった、うち嬉しい。ホークスリーグ優勝ありがとうございます。本当に嬉しい限りでございまして、いやーそうですね、なんかハッピーって感じはい、すごく今日は幸せな気持ちでいっぱいなので、ドロー2なら投げてください、持ってます。今日は幸せな気持ちでいっぱいなので、その幸せをね力に変えて最高に発揮できるんじゃないかなと思っております。よろしくマンモスは何もかかってないけど大丈夫、よろしくマンモス、何にもかかってないけどね、今びっくりしちゃった、何にかかってるかなと思ってめっちゃ頭の中ぐるぐるさせたけど何にもかかってなかったよろしくマンモス使ってこう。すごく楽しみです。宮城、またこうやって宮城に行けるのが、寒い。え？だってめっちゃ鳥肌すごい。あ、見えないか。見える。え、めっちゃ鳥肌立ってる。めっちゃ寒い、なんか。でも迷うな。パーカー、そのさ、私が今持ってるパーカーがあるんですけど、それを着て踊ると
暑いし、かといって多分着ても暑くないパーカーで行くと普通に道中寒そうっていう葛藤をしてます、今。うん、あ、こないだ買ったパーカーっていうかジャケットっていうかジャージなら暑くないかも。それ着よう。今日大森さんいる？そっか、若手がいないから真帆ちゃんいるか。真帆ちゃんにこれ見せよう。何持っていかなきゃいけないんだっけ？レッスン靴とメイク道具と、ファブリーズと。本当に最悪自分がいれば何でも何とでもなるから、いっか。歯ブラシも入れたでしょ？入れたよね。入ってる。くるぶしソックスもある。うん、最悪マジで自分がいれば何でもいい、私っていう存在があれば。、うん、最悪大丈夫。ピョンが行かなかったらダメだけど、そうだって荷物があってもピョンが行かないのはダメだけど、荷物がなくてもピョンが行けば大丈夫。そう、だからかっこいい。全然かっこよくはないのよ。あの、最悪自分がいれば大丈夫って思ってるようなちょっとおバカちゃんな人間なんで、全然かっこよくはないんですけど、かっこいいって言ってもらえて嬉しいです。あれ、これはどっちの？こっち。
ちない？1枚も出せなかったんだけど、そんなことある。うわ、爪オレンジにしてこっかな。モチベ上げる、まあ、モチベ今もう最高潮に上がってんだけどね。普通に推しの場所に行けるっていうのと、普通にリーグ優勝した、あともう早く踊りたくてしょうがない。今握手会でパフォーマンスみんなから褒めてもらえて、早くパフォーマンスしたくてしょうがない。今モチベは最高潮。コロパックルさんハートありがとうございます。あ、シルバーのイベントって終わったの？そういえばなんか気づいたら終わってた。なんか14位ぐらいだったなんかずっと7位とかだったんですけど、なんか配信できない日が続いたわけじゃないけど、配信できない時にすごいなんか気づいたらなんか14位ぐらいになってた。それはどういうイベントだったんだろう。イベントになるのか。終わってから見ちゃダメだよねそりゃそうだよね。でも違うの、何も来なかったんだよ。最近ショールームのそういうの来なくなっちゃった。マネージャーさんたちから。だから今何のなんかイベントやってるのかとかあんま分かってない。いつも。ショールームグッズ、ショールームオリジナルのマグカップ、ミニクマスケッチブック、かわいい。この
でもこのマグカップ多分さシルバーだからさ配信中に飲み物飲めないのよ全部反射しちゃうやつだなこれ。見て見て見て、全部反射しちゃうよ。めっちゃいいじゃんと思ったけどね。これで飲み物飲んでたらめっちゃなんかショールーム頑張ってる人っぽいじゃんって思ったけど、全部反射しちゃダメだよ。ステラってどこでもらあれできるんだっけ。手につくんだっけ、忘れちゃった。あんまそういうの分かってない意外と。マイページ違うか。勝手にここについてる。でもじゃあ放置しとけば勝手につく。あ、そうなんです。なんか私これこの間のお話し会で聞いてって知ったんですけど、なんかすいません、こんな風貌で言うのもすごい申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、なんと私本日生誕8888日らしくて、はい、橋本春奈がこの世に誕生してからなんと8888日らしいです。はい、すごい日ですすごい日なんですよ。ありがとうございます。まあ今日が本当にいい一日になるように全力で楽しみたいと思います。さすがに一十百千万割る無理か、8万8000日は無理か、あと200年かかるってあと219年かかるってちょっと無理だった。
いや頑張れないさすがにさすがに無理、うん、ちょっといけるかなって思って自分をちょっと一回殴りたい。さすがにさすがに死んじゃうねさすがに死んじゃうね。生きてないわ。いや、まあ、日本の技術がめちゃめちゃ日本の医療技術がめっちゃ進歩してたらわかんないけど、でも無理だね誰も祝ってくれないだろうしね、もうその頃にはね。うん、生きててもおじいちゃんおばあちゃんすぎるでしょもうそんな記憶ないよ。今日が88,888日じゃとか言ってらんないよ絶対誰も祝ってくれないんだから。ひひひ孫ぐらいいるよ絶対。もうもはやその人に祝ってもらうわ、ひひひ孫に、うん、そうしますにわから219年でしょう。223歳ん？間違えてるね間違えてるね。242歳、ん？243歳、合ってる？243歳で219+24、うん、243歳。もうおばあちゃんとかじゃないよねおー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 おばあちゃんぐらいギネス乗ってみろ。橋本春菜のやってみっちゃんギネスに乗ってみっちゃん、やばすぎ。8888日、あ違った、88,888日、生きてみっちゃ。もう先に照明さんとかディレクターさんとかがいなくなってるよ。うん、仲良しのメイクさんもやだよ。やめてよ。ドラゴンボールを手に入れてシェンロンに頼むとしても不死身は手に入れたくないです。いらない、全然全然死んでもいいと思っている言い方良くないけどね、あんまり。うん、自分のやりたいことをやって満足したら全然いいやってタイプの人間なのではい、マジで爪オレンジにしよう。この対戦終わったら取りに行こう。
でもすぐ外さなきゃな。だからすっごい薄いオレンジ塗ろう。薄く。うん。明日にはもう外さなきゃいけないので。ちょっと待ってて。ねえ、今悩んでる。もうガチザオレンジにするか、このジェルのオレンジにするか悩んでて。別にザオレンジもあるんですよ。あ、でもこういう時じゃないとザオレンジ使わないか。じゃあザオレンジにしようかな。ちょっと塗ったけど、別にビッてやれば今まだ取れるので。まだ固める前だから全然取れる。やば、ハイキューネイルって調べたらすっごいのいっぱい出てきちゃった。こんなん無理だわ。
えぐ。えぐすぎる。やばい。え？こんなのできんの？この人たち。こういう人たちって本当にすごいね。ちょっと無理。うちには無理。みんなも調べてほしい。インスタでハイキューネイルって、え、やばいやばい猛者たちがいっぱいおる。そう、でもこういうオレンジじゃないんだよね、ハイキューのオレンジって。もうちょっとね、いや、わかる、言いたいことは。でもこのオレンジしかないから、もういい、しょうがないけど、えぐい。すげえな。いや、まあ私はもう普通にオレンジで普通にオレンジしか無理なんで、普通にただただオレンジを塗っていきたいと思う。明日どうせ外すし。これジェルネイル取るようか。今使っちゃダメだ。シルバーも使いたいけど、落とすの大変だから。すごい、感動してる今、この人たちの凄さに。するのもそれでもったいないかな。オレンジネイルで調べ、そんながっつりゴテゴテにはしないけどね、さすがにすぐ外すから。一旦塗ってみる。待って、いや、凝らないです。どうせ明日外しちゃうのと、普通にそんな凝ってる時間もないんで。こんにちは、おはよう。まだおはようなのねまだおはようなのねって私の口から聞けると思わなかった。
ぴょんはいつも言われる方。今日早起きしたのって言ったら、え、何時に起きたの？9時くらい。え、全然早くないじゃん。ここまでがハルピョンの配信のセット。悲しい。私からしたら早いんだけど。すごいオレンジ。一度塗りでめっちゃこのオレンジ発色良すぎる。赤には近いと近くない。え、これ赤に見える？めっちゃこうやって見たらオレンジなんだけど、多分配信のあれだろうな。全然オレンジです。めちゃめちゃ私から見たら。怖い。なんかこれやってみたいけど無理だ。ここまでは無理だ。書けないのにさ。どうやってさ、ネイルで書けっていうの。書かないです。書けない書けない書けない。書きたくても書けないけど、めっちゃ研究はしてる今。朝早起きしたおかげでちょっと時間もあるから。でもここまでやる時間はないけど、まだ8時だもん。だってまだ8時だもん。
やば、ぬいぐるみここに飼ってる人とかいるんだけど、すごい、どういうこと？あ、これかわいいかも。これくらい、これくらいの月感、月感っていうか、なんていうの、配給感、かわいい。ね、確かに月とか書いちゃえばもう月島けいちゃん。もう最悪。クッション。あ、服にはついてない、もうクッション、クッションについた。服は全然平気。え、逆に、あ、ついてた。え、ついてた。でもズボンにはついてない、間違えた、ズボンにしかついてない。よかった、まだ上には、上には絶対についてない、よかった。落ちなさそう。マニキュアって服についたら、まあでも部屋着ズボンなんで部屋着ズボンなんでもういいです、あんまり気にしてないです。床だけ綺麗にします。クッションとかも多分無理。うん、オレンジじゃない、この色。なんかすっごい減ったんだけど、めっちゃ減った。取れな、まあいいや、しょうがない。洗濯機して、落ちなかったらどんまい。
落ちたらよかったねぐらいで。生きていきます。まあ落ちないでしょう。でも部屋着なんでいいでしょう。はい、クッションは、まあ、こいつももう5年ものぐらいだからいいですしょうがない、あんまり悔やんでない。え、多分この服についてたらってなってたけど、全然平気、全くちゃんと閉めます。でもちょっとこのね、中途半端に開いてたのが良くなかったね。で、月を探してたのよ。あ、これとかでもさ、ツッキーっぽくない？ハイキューっぽくない？なんかちょっと。え、本当に全然なんかショック受けてなさすぎて自分が怖い。逆に。え、こんなにこぼれたのに。もっとガビーンみたいな。なさすぎる。ハロウィンに月のシールってなかったかな。ないか。あるわ。え、明日ネイル取らなきゃダメかな。でも言われてはないんだよね、別に。取ってくださいとは。取った方がいいかなって思って取ろうとしてるだけであって。とりあえず一旦オレンジを全体的に。塗ります。元はといえばオレンジ単色の予定なので、ちょっと小指に月張っちゃう。黒。こんな方がいいね。あ、待って、薬指に月張っちゃう。やばすぎ。テンション上がりすぎ。いや、あんたネイルマニキュアこぼしたって覚えてるってぐらいテンション上がってる。ちょっと
小指だけ黒はちょっとさ、なんかちょっとちょっとやりすぎかなみたいな。もはや薬指の方がやりすぎみたいな気持ちはあるんですけど、もはや薬指みたいな。ネイルこぼしたことなんてもう全然覚えてない。そんなことあったっけ。全然覚えてない。嘘でしょ。やっと1枚目出せたのに。めっちゃ綺麗なオレンジ。ハロウィンの時もでもオレンジって使うか。まあいいや。なんか一気にカラスノっぽくなってきたくない？手投げ。ハロウィン感じゃないよ。やめて。ハロウィンじゃない。なんか推しって素敵ですね。それっぽい色に塗るだけでテンション上げれるって。朝から元気。いや本当にこれまださ8時のテンションじゃないよね。普通に考えて間違えてる。テンション感大丈夫。移動中爆睡するから。乾かす。
仙台お泊まり計画はなくなりました。明日の朝がなんか全然めっちゃ早いわけじゃなかったんだけど、なんか普通に多分明日の朝その仕事の時間に合わせて帰ってくるってなったら全然マジでなんか楽しめなさすぎてそうなくなりましなくしなくなりました、やめました。そう別に早くはないんだけど、その仕事の時間までに仙台を出て東京に戻ってきて仕事をするっていうのを考えるとちょっと無理がある。あ、だだ、ホテル代もね別に安いわけじゃないので、だったら普通に休みに仙台1日普通に満喫できるぐらいの方がいいかなと思って、別に仙台なら日帰りで本当に行って絶対楽しめるぐらいの距離だと思うんで、すぐ着いちゃうから。そうなので、普通に一旦仕事のことを忘れて一日楽しめる方がいいかなと思って、いつかね。あ、やばい、やらかした。もうちょっとで3位いける。よし、ゴールデン、あれなんちゃら、ゴールデンじゃない、ドッポングランプリ、もうちょっとで3位いける。頑張るぞ。ぐらいならかけるかな。どう思う？失敗する未来しか見えない。する未来しか見えない。これでちょっとずつ書いていけばいいのか。あ、間違えた、スペード出せばよかった。あ、でもスペードにしてくれた。え嘘でしょ、せっかく上がったのに。うん、ちょっと使わないネイルは
蓋を閉める。学んだ遅いよね、学ぶのね。失敗することは悪いことじゃないので、失敗したときに次にちゃんとつなげられるかな。やった、3位になった。ドッポングランプリ月に見えない。バナナバナナバナナ発生みたいな。バナナ作った人。一旦やり直したい。うん、ね、明日外すネイルなのに、なんで私こんなに真剣になってるんだろう。でも推しってそういうことだよね。こんなに配給に、こんなにアニメにハマると思わなかった。やり直し。おはようございます本当はこの時間に起きる予定だったので、びっくりしちゃった。めちゃめちゃびっくりした。今心臓本当に止まるかと思った。これでも配給っぽいっちゃ配給っぽいか。ここにだけちょっと月描きたいぐらい。デコデコするパーツもあるんだけど、
でも別に星のイメージないもんね、バレーボールに。でかい。頑張って月描くか。おはよう。でもこのさ、模様のステッカーも可愛くて、これもらったやつなんですけど、これも可愛くて。でもグレーはちょっとボクトさんに出ちゃうかな。僕とみちょっと出したくないんだよね、あんまり。もうこの間誕生日だった僕とさん、黄色どうやって書く？丸を書くつもりで書けばいいのか。まずね。はよう。やばい、またバナナ生成してるかも。バナナ生成しちゃった、また
もうやだ。違うよ。やめます、シールにします。チョコ焼き臭い。いいね、朝からこんなテンション高くて。また戻った初期、初期に戻った。背番号とか書いちゃおうかなって思ってます。こっち側に月にして、こっち側に背番号を書いちゃおう。ありがたいことに11番なのでめっちゃ書きやすくて。あ、ドボンされる。一旦こっち側も塗っちゃおう。意外とこんな時間。右利きなので右手のネイルの方がむずいんですよね。おはよう。
ようございます。一度塗りでこの濃さってすごくない？色によって全然発色が違いますね。この色はめっちゃ発色がいい、綺麗に出る。これは？これ黒？これ黒。黒は違う。よし。ちょっと配給カラーっぽい。少し似たオレンジだ。あのブラックペアン見始めたんですけど、1からシーズン1からめっちゃあれおもろい、おもろいっていうかハマってます。でも今すごく好きです。好きなドラマ。なんか多分あの頃は医療物とかマジであんまり興味なさすぎたから見てなかったドラマとかが今になって流行りそう、自分の中で。そう、大人になってから面白いって思えるようになりそうだなって。もちろんあの頃はあの頃で面白いって思ってたドラマがあったし、そう、それが今とはちょっと違うだけであって、でもまあそういうのもあるよなって思ってます。じゃあこっちのこれを参考に、これを参考に今ユニフォームを作っていきます。お腹空いてきた。
他の人のネイル一回見てみよう。だけ書いて、うんってなったら線入れてみる。かわいいギラギラネイル。でも爪にさ、だいたい今3週間ぐらいで8,000円、1万とか多分こんぐらいやったらかけれないよ。そんなに光あれ、これかわいいな。背番号を書いてみます。ね、私からなの。めっちゃ1うまくない？ちょっと調子乗らないわ。調子乗らずに頑張って書くわ。全然取れない白。勝負に出よう、対戦相手を探しちゅ。 AKB48 橋本春奈、手加減は無用だよ。始めよっか。上がるのは私たち。なんかちょっと変。いい感じ。スキップしてみる？スキップ。まだ油断はできない。すごい頑張って頑張って11って書いてるよ今。AKB48
ちょっと斜めだけど。良くない？結構いいと思うんだが、ここにいや入れた方が可愛いな。ここに線を入ってるんですけど、入れた方が可愛いんだけど、普通にあんた今日仙台行くんだよ、知ってる？こんなことしてるけど、今あんた仙台行くんだよ、私この後ね、知ってるけど、ここか。あ、待って待って、仕事しに行く人にしか見え、いや仕事しに行くんだ、こう見えてうち。味を入れて、横と襟のオレンジを追加します。お腹すいて力出ない。びっくりした。おはよう。あ、すごい、なんか一気にユニフォームっぽくなってきた。もちろんクオリティはピョンクオリティだけどね。そんな完璧を求めないっていうものですけど、え、送信取り消しされた。なんだったんだろう。
よし。でこっちはもう月のシールを貼ります。失敗するんで月を書くとバナナ製造しちゃうんで、うち間違えちゃう本当に。逆にだからバナナはかけるよ、もう完璧にね。よし、月もうこんなんテンション上がるしかない。よし、結構時間きわ。何だったんだろう、朝一に LINE になったけど。あ、これは多分私昨日全部聞いたやつか。これ私入ってないのはなんでだ？あ、ここか。ここに入、あれ？あ、ここか。ここに入ってるからか。ここに入ることはできないのか。そうだ、私が入らないって言ったんだな。ピーコーン。ミスってる自分。いや。で、この日に私は同じやつやるよって。そうです。すいません。危ない危ない。私の名前ないですって落としちゃった。違います。別日にありました。これだけでいいかな。このなんかオレンジの部分のさ、なんか物足りなさある？ちょっとネイルある？ある？やっぱりある？あるよね。うちも思ってる。でも何したらいいか分かんないんだけどさ。どうすべきだと思う？みんな。時間なくはないけどね。そんなめっちゃあるわけでもないけどね。さっき言ってた、なんかこういうの、
人の投稿なんですけど、こういう模様感にするか、でもそんぐらいしかもうできない今からは。すごい人たちの見ちゃってるから、これはできないよって気持ち。レベルじゃなくて次元違い、そうだよね、だって実際3次元でやっちゃってるもんね、この人たちね。それな、でもなんか変にやって変になるのも嫌なんだよな。宮城楽しみまくってる、もうすでにここで。前から楽しんじゃってる。ちょっと一本入れてみた。どう？で金色で縁取ってみる。これ金じゃないんだよね、金かな。1本入れるだけでだいぶ変わるね。おはよう。今日が私にとってもう半分過半数超え、6回目の出張公演なので、もうね、折り返しております。今日で折り返しです。寂しい、普通に。回数を重ねるってことは、どんどん減っていってるってことなので、すごい、ちょっと派手になった。よく見ないで、いい感じ。
関係ないけど星とか入れちゃう、もはやもう全然ありだけどね、星ならすぐつけれるし。なんかでもオレンジに星つけちゃうとさ、マジでもうさドラゴンボールにしか見えないんだよな。まあでもあり、ここに今星がいる。あ、どっか行った星。大量にあるからいいんだけどさ、掃除機の中から出てくることになっちゃう。星が。あった。親指なんかしたいな。爪でかいから親指は。でもね、可愛いのはなんかカラスの足跡。え、もう言わないで言わないで、やばい。そう、カラスの足跡いるのよ。通じ合っちゃったね、俺ら通じ合っちゃったね。もうカラスの足跡系かわいいなって思ってまして。そうなんですよ。言わないではひどい、ごめん、反省する、マジで。せっかく案出してくれたのに言わないではひどい。カラスの足跡ぐらいならそう。だって矢印みたいなの書けばいいだけなんで。調子乗り。そう。くしゃみ。1個目。
ょっとこの足跡描き終わったら、でも右手何もしてないんだけど。いい感じできた。かわいい。ちょっとすごいじゃん。ちょっとなんか右手もなんかしよう。適当に。右手にボールかメガネはいかがでしょうか。ねえねえねえ、うちネイリストじゃないんだわさうちネイリストじゃないんだわさ、アイドルなんだわさ。できるわけないじゃんできるわけないじゃん勝負に出ない戦相手をありがとう、意見くれて。でもできるわけないそんなやめてもらっていい。私のハードルすごくすごいって思うの。全然私のあれなんて、私のネイルなんてもうへっぽこの兵なんだから、全然なんだから。でも意見をくれたことには感謝。思ってるのよ、ずっとメガネを描こうかなとはずっと思ってたんですけど、ボールもね描けるなら描きたいんですけど、右手で描けないものを左手でなんてもっと描けない。描いてたカラスの足跡が。忘れてた、ネイル描きたてなこと忘れてた11が崩れなくてよかった。11はもう崩れたらもうな涙。さっきやってたネイルにしようかな。
こ見て、カラスのやつつけちゃったの。だからもはやもう塗りつぶす。ドロースリーだったかな。やばい、緊張して震える。ちょいちょいピョンズに当たるのおもろいんだけど。もう9時だし。あー震える。え、待って、時間勘違いしたかと思った。全然全然余裕でした。不格好だけど、勝負に出ない戦相手を探し中。あ、AKB48 橋本春奈、手加減は無用だよ。よし、拭き取り成功。上がるのは私たち。
ちょっとこの辺は後で綺麗に拭き取ろう。あれドボンされると思ったのに、なんか忖度されちゃった。ありがとう。忖度してくれたのピョンズだった。納得しちゃった。ということで、よし、できた、完成。ちょっとあとここに星かなんかつけて完成にします。でトップコートも塗りたいんですけど、トップコートちょっとあっちなんで一旦配信終わる、終わります。めっちゃいい感じにできました。みんなのおかげで。いい感じってハルペも言ってる。ちょっとすごいこの辺汚いけど、あとでトップコートしてきれいにします。え、すごいテンション上がってる。すごくない？頑張ったぴょん。ということで、負けた。ランキング読みます。ちょっと着替えたりなんだり、トップコート塗ったりする時間が必要なので、来ます。1位ぴょんちゃんの飼育係、あと生誕、あ、そうだった忘れてた、生誕8888日、おめありがとう、忘れてました完全に、すいませんありがとうございます。2位シューワンマイさん、ありがとうございます。3位鉄道ネイト、あと8888日さん、ありがとうございます。4位、サウロン、間違えた、サプライズレバーとピョンドさん、ありがとうございます。5位サウロンさん、ありがとうございます。6位コロポックルさん、ありがとうございます。7位、よそやかさん、ありがとうございます。8位おまめさん、ありがとうございます。9位くまたかさん、ありがとうございます。10位マックミックさん、ありがとうございます。11位、バージョンRさん、ありがとうございます。12位マックス鹿児島さん、ありがとうございます。13位ベベモンさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。ちょっとガチャを、あのね、今のうち一押しガチャが出る前に、今のうちになるべく N とかを集めとくっていう作戦をしているんですけど、最近そうハルピョンのカードっていうガチャをやってます、最近は。ということで皆さん本日もありがとうございました。仙台で VR でぜひ、まあ、VR ちょっと生ないんですけど、仙台楽しんできたいと思います。それでは、はい、出ずそれではまた、終わってから配信はちょっとできるか分かんない、もう多分疲れてると思う今日朝6時に起きたし、なのでまたよろしくお願いします。それではありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、12128盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本アルナでした。皆さんありがとうございました。それではまた宮城でお会いしましょう。また。
たね、ありがとう。ちょっとハートできない今。バイバイ、ありがとう、またねー。